はい、こんにちは。画像診断プロモーター一郎です。本日2009年2月の18日、以前、膵臓の症例1です。68歳男性の主訴上腹部痛下血でですね、 Y 線が 13,400、 アベが 9.3、 CRP が 8.0 と上昇している患者様の症例の答えです。膵挙細胞がんでした。はい、いつものように画像をおさらいさせていただきますけれども、これは門脈層で撮影された造影 CT です。主流がですね、胃の背側に不整形の主流として認められまして、中心部が液状壊死、辺縁部が充実性の病変として認められます。まあ、病変は非常に膀胱性ですね。で、胃との交通が疑われて、脾臓を見ますと、脾臓は非常に脳線不良です。このようにくさび状に脳線不良域が多数認められています。で、脾動脈は支流の中に埋まってしまっていて、脾動脈が閉塞している可能性もありますし、脾静脈が閉塞ということも考えられます。それによって拘束層が脾臓に起こったと考えられます。で、次の画像ですけども、肝臓の S8 ですね、から S の3、 こちらも S の4でしょうかね、から S の787のところに小さな、やや境界不鮮明な結節が多数認められまして、これらは転移の可能性があります。それから骨盤腔を見ると、この方は男性ですので、膀胱直腸管のところに主流が認められまして、発死性の転移も疑われます。で、 MRI を試行しますと、 T1 強調像では低信号で、液化壊死のところはさらに低信号で、 T2 強調像では、不均一な高信号を呈しています。で、これがバランスと TFE ですね。バランスと TFE では中心が壊死を起こしていて、辺縁が充実性の部分ということが分かります。で、ダイナミックをするとほとんど染まらないですね。非常に膀胱性です。で、辺縁の部分が遅延層で染まってまいります。 MRI でも同様に脾臓が拘束を起こしています。で、1ヶ月後ですね、もう1ヶ月後に視力はかなり壊死が強まって、胃との交通を示唆するような空気も内部に認められてきています。で、脾臓拘束ではなだけじゃなくて、脾臓へダイレクトに浸潤も認められています。で、肝臓の転移層も他の部分も顕在化してきています。これは左の副腎ですね、左の副腎への転移あるいは直接浸潤も見られます。で、肝臓の転移層も、別のスライスの転移層も大きくなっています。で、骨盤腔の主流もさらに増大傾向が見られます。たった1ヶ月でかなり進行しています。胸水も潮流してきています。で、診断はということですけれども、鑑別診断は膵由来とすると、膵管がまず上げるというのは、順当な話ですけれども、やっぱりこれだけ急に1ヶ月という短期間の間に大きくなっているという点で、やはり膵挙細胞がんを上げざるを得ないですね。これを先に上げたくなります。からソリッドスードパピラリーというのはですけども、これほどラッシュに来るというのはないですし、年齢的にも通常は若年に起こりますし、女性に起こりやすいということからもちょっと考えにくいと。で、繊毛細胞がんも、非常に悪性度の高い腫瘍として認識されていますけれども、それもちょっとあまりにも早すぎるかなっていうのと、通常は多血性ですね。からこちらマリグナント配列セルも可能性としてはあるとは思いますけれども、通常は多血性として発生します。から胃とか口腔膜由来の肝腰系の腫瘍で、肉腫系ですね、肉腫系の腫瘍ということが考えられます。から胃由来の悪性度の高いジストですねというのが鑑別に上がると思いますけれども、この中でどれを一番最初に考えますかということを、やっぱり考えると膵挙細胞がんを上げたくなりますね。実際には最終診断は体形成性膵がんアナプラスティックカルチノーマをパンクラス
まあ、別名膵巨細胞がんとも呼んでいます。で、体形成性膵がん、アナプラスティックカルチノーマオブパンクレスは膵管がんの一夜景として、膵巨細胞がんとも呼称されています。で、細胞形態により巨細胞型、多形細胞型、防水系細胞型に分けていますけれども、破骨細胞型というのもありまして、これについては後述いたします。で、体形成性膵がんは極めて稀な膵がんで、1999年の膵がん全国登録調査の 0.16% と非常に稀です。で、ピークは60歳代にありまして、男性の方が女性より多いです。で、腫瘍マーカーは陰性または軽度上昇ですので、これだけラッシュに来て大きい腫瘤にもかかわらず腫瘍マーカーはあまり上がっていないというパターンですね。これが重要です。から白血球上昇、CRP 上昇することがありまして、 GCSF3 性との関連性も言われています。で、予後はですね、極めて不良です。で、入院後19日から 11.5 ヶ月で、生存平均が、まあ、4ヶ月という報告、まあ、これの平均したものが4ヶ月になります。で、画像ですけれども、境界明瞭から不明瞭で、周囲への浸潤傾向が強いという、これが非常に重要です。それから膵外への進展が高度であるというのも重要な所見ですね。で、不均一な充実性腫瘍で、中心壊死も強いです。で、膀胱性ですね。で、遠隔転移も肝とかリンパ節、肺に起こしています。だ、初発時にまず起こしていることが多いですね。これが、まあ、私が経験した別の症例です。で、注意点なんですけど、先ほど最初に申しましたような破骨細胞型っていうのがあるんですけれども、巨大鈍色細胞あるいは破骨細胞類似の巨細胞が目立つというものに関しては破骨細胞型として区別しています。で、これは通常の巨細胞がんに比較して、予後は一般的には良好と報告されています。で、画像上は巨大で内部が嚢胞性部分が多いというのが特徴です。お示ししますと、左側が通常の巨細胞がんと言われているものですね。まあ、体形成性膵がんのうちの破骨細胞じゃないものです。このようにやっぱり充実性病変が主体です。で、浸潤がひどい。で、一方破骨細胞型は比較的こうやって境界が明瞭で、もう水みたいな感じで、非常に水ですね、水っぽい嚢胞性の成分を伴っていることが多いです。まあ、文献はこれだけありますので、これまたリンクできるようにリンクでして、取れるものに関してはリンクしておきますけども、あ、すべてやっぱリンクで直接取ることはできませんね。こういうジャーナルは全部フリーではありませんので。で、最後にポイントですね。体形成性膵がん、まあ、巨細胞がんを疑うためのポイントです。で、初診時にすでにかなり進行した膵および膵周囲の腫瘤であること、から膵がんが疑われるんだけれども腫瘍マーカー上昇がない、白血球上昇があるなどの臨床所見、それから巨大な充実性腫瘍で内部に壊死傾向が強いと、これらが揃えば一応体形性膵がんをまず疑ってみるというのがポイントです。はい、まあ、キーワードはここだけあり、これだけありますので、これもまた別のところに貼っておきます。はい、以上です。ありがとうございます。一郎でした。medicaltrack.jp